今日は予言で早退して、1時にプロデューサーさんが迎えに来てくれるんだっけ。あ、体操着入れてない。昨日お姉ちゃん干してたよね。もしかしてしまっちゃった。あった。うわ、時間やば。緑。いや、そこはもう注意してもな。どうせ他も全然違う結果なんだろうな。もうどこもやってない、占い。はい。わかりました。はい。赤と緑、ラッキーカラーだ。シーズの色だなって思って。そうだね、シーズの色がラッキーカラーなの。違います、私です。ラッキーでここまで来れたので。私は。そうなの。はい、ラッキーだけです、私は。はい。ラッキーだけだけど、その時間ももうとっくに終わってる。じゃあ今は、今の私は。どうせわからないから、今はこの色を、光を浴びていたい。一元古文のテストだ。授業始まってすぐやるのほんとやめてほしい。点数取れないと放課後もっかい受けなきゃなんだよな。でも今日は新曲の振り覚える日だし、絶対すぐ学校出なきゃ。美琴さん、2位だ。ワンツーフィニッシュ。行ってきます。
1位とか減らないとか全部嘘。なんで今日再テストになるかな。なあ、ダメだ。ギリギリか、ちょっと遅れるかも。でも、走れば、間に合う。あれ、みことさん、もう来てると思ったんだけどな。まだなのかな。まあ、いや、鍵取りに行こう。いや、でも、今日だっけ。いやいや、今日だったはず。はあ、明日だ。はあ、間違えた。みことさん、おはようございます。おはよう。練習に来たの？その、間違えて来ちゃったんです。今日振り入れてもらう日だって勘違いしてたみたいで。そうなんだ。だから帰ります。失礼します。一緒に練習する？え、嬉しいんですけど、邪魔じゃありません？邪魔？どうして？それじゃあ、お邪魔します。うん。それじゃあ、今日もよろしくね。